はい、整体院専長の浅井義明です。はい、今日はですね、結婚相手の募集の動画になります。はい、今44歳で、今度45歳になりますが、45歳になるまでにですね、なんとか結婚したいなと思っております。はい、そこでですね、今、直近で結婚をしたいなと思われている、40歳までの女性で、独身の方、そうですね。はい。で、結婚をされたいと思われている方。できれば岡崎市に住んでいただける女性の方がよろしいです。はい。ということでですね、自営業を私やっておりますので、平日、休みは結構不定休ですが、そんな、私とですね、お見合いをしてもいいという方、女性の方が、もし見えましたら、ぜひお見合いの方ですね、していただけたらなと思っております。自薦、多薦、推薦、全然、何でも、よろしいので、ぜひですね、お見合いをしたいという、私とお見合いしてもいいという、心の広い女性がお見えになりましたら、どしどし、ご連絡の方をお待ちしております。連絡方法は、下記の、いろいろな SNS だとか、メールだとかで、メッセージ、いろいろ送っていただけたらと思います。はい。で、私とですね、お見合いをしていただいた方には、10分間のですね、無料で施術、私の施術を受けていただくという、そういった特典を付けさせていただいておりますので、40歳までの、独身女性、未婚の女性ですね。はい。もしくはバツイチの女性でも子供がいらっしゃらなければという条件で、はい。ということでですね、また、県外でも、北海道、東京、大阪、沖縄、海外にいらっしゃる方でも、物理的にこちらに愛知県の岡崎市まで来て来れないということだと思うんですが、その場合はですね、ズームでお見合いという形でですね、ズームを使った、お見合いをしたいなと思っております。はい、日程調整の方だけさせていただいて、どんどん、順次、お見合いをですね、続行でしていただけたらなと思っております。はい、ということで、ですね、一応この募集はですね、5月いっぱいまでという形にさせていただきたいと思います。5月31日だったかな?ちょっと覚えてないですか ?30 日。はい。そのあたりまでになりますので、ぜひですね、私と少しでも、お見合いしてもいいなと思われた女性いらっしゃいましたら、ぜひご連絡の方お願いします。よろしくお願いします。また周りでですね、結婚をされて、結婚されるという、されたいという、すごい熱意のある女性が周りにいらっしゃったらですね、ぜひ私との見合いを進めてみてください。はい。まずは、履歴書、履歴書でも、ですね、その、メッセージを送ってください。はい。ご都合のいい曜日、等ですね、書ける内容何でもよろしいので書いていただいてお送りください。で、私の、なんていうんですか、プロフィール、私のリザメというか、プロフィールというか、経歴ですね。そちらはですね、お送りいただいた方にお送りさせていただくという形。もしくは、また順次ですね、動画を作り上げてですね、公開していこうと思っておりますので、はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。今日はですね、結婚相手募集の、ですね、動画の作成、1本目になりますので、はい、どうぞ、これからですね、2本目どんどん作っていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい、では今日も、見ていただきありがとうございました。失礼いたします。